やれやれ、お出ましか。開け地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグルスインパクト。アイスメイクコーンドエクスライバー、いきます。これならウォーターサイクロン、リュビアにかかればこんなものです。やられる覚悟はできてんだろうな。開け地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグルスインパクト。愛してる？
行きましょう。開け！魔化地球の扉カプリコーン！さて、アイスメイクカンバー！
きてる？ああ、困ってしまいます。よし、そうね、何？この部屋制御室かしら。あの大きい球体、地図みたいですよ。見て、ここエルザが言ってた通り、フェイスの封印が解かれたみたい。どうしよう。この魔法陣を使ってまた封印できないのかな。ダメね、完全にロックされてるわ、動かせない。あれ、ここには現地での手動操作じゃないと起動できないって書いてあるのに、起動してる。これフェイス発動まであと41分。41分？あとたった41分で大陸中の魔力が。どうしよう、どうしよう、みんなに知らせなきゃ。うわー、落ち着きなさい、ハッピー。ここを壊してもダメ？起動も解除も現地のみです。みんなに知らせている時間はないわね。私たちで行きましょう。早くフェイスを止めないと大変なことになるわ。もう大変なことになってるんですよ、お嬢さん方。時間がない、隙を作って脱出しよう。ルーシー、ベンディ、ナッツさん、ウェンディ、時間がない、行って。逃がしませんぞ。行け、ウェンディ。目ん玉野郎、俺が引き受ける。ナッツさん、はい、ありがとうございます。
しら。フェイスって形も大きさもわからない。どうやって探せばいいの？落ち着いて、集中して魔力を感じるの。向こうから行ってみよう。なんだこの小さいのは。ふざけんな、強化のやつ。これじゃ腹は膨れねえ。俺にこんな仕事を押し付けやがって。タルタロス、こいつがフェイスを起動させたのね。逃げ切れない、やるしかないよ。暴れていいの？暴れちまうぞ。俺の呪法は全てのものを切り裂く。両刀天下五剣鬼丸。そんな発動まであと5分。さすがにこんなに近づくとすげえエーテルナノ濃度だ。臭くていけねえ。だがそのエーテルナノが魔法を滅ぼす。大陸中の魔力を奪い、俺たちの呪法が世界を支配する。お前はその前に粉々に砕いてやるよ。この猫は食っていいのかよ。やめて、お願い。いやー、ウェンディ、空気、美味しい空気。フェイスの近くに漂う高濃度エーテルナノ、これが混ざって私の体内に入れば、もしかして私も夏さんみたいに。
風の声が聞こえる。大気の鼓動を感じる。この空間は今私が支配しているんだ。切れないものは
私たちも助からない。私思うんだけど、魔法がなくても生きていけると思う。ダメだよ、みんな戦ってる最中、今急に魔法が使えなくなったら。そうよね、ウェンディ、爆発の範囲が予想、予知もできない。できるだけ遠くへ逃げて。ここは私がやるから。何言ってるのよ、シャル、ダメだよ。お願い、生きて、ウェンディ。ダメ、シャルルを一人にはさせない。早く逃げなさいよ、起爆できないじゃない。やだ、私たちはずっと一緒なんだ、ずっと。ウェンディ、もう飛ぶ力も残ってない、逃げられないのよ。わかってる、私だってもう動けない、遠くへは行けないよ。どこにも行かない。私たちの冒険もここまでだね。でも楽しかったよ、ずっとシャルルと一緒だったから。ここを触ればいいんだ。